自分へのご褒美ってな大切にしますね大事にしますね礼は言わねえぜ。
ランさんや皆さんからもらったたくさんのものに恥じないようにこれからも頑張ります。そのできればあなたのそばでふつつか者ですが今後ともよろしくお願いしますね。予定を確認すんのか？Thank you.
いつかそんな日が、なんて学生時代は思っていたけど。ううん、ただの独り言よ。お互い道半ば、今は精進しましょう。少しくらいなら手伝ってあげるから。
あと少しだったのに。でも次こそはその先も見せてくれるのかな。私のことも少し知ってもらえたし、これからもよろしくね。
予定を確認すんのが。
つも遊んでくれてありがとう。お仕事が大変で泣いたいそんな時は言ってね。夢がワンをいい子いい子してあげるから。予定を確認すんのが
テルマテルのこと本当にありがとう。ああもうせいぜいお返しは覚悟してちょうだい。私がどれだけ感謝してるか思い知らせてあげるんだから。予定を確認すんのか。Thank you.
思えばあんたにはいろいろ知られちゃってるのよね。って深い意味じゃなくて、まお互い秘密を持つ者同士、せいぜい今後もうまくやっていきましょう。予定を確認すんのは？Thank you.
バン様とミラベルのおかげで胸の内にしまっていた憧れと未練に向き合えました。何かあれば今度はぜひあなたの支えにならせてください。予定を確認すんのは予定を確認すんのは
私、未熟でも今の自分を誇りに思ってます。だから、いつか道が決まるその日まで、バンさんのそばでもっともっと勉強させてくださいね。